仕事ってあくまでライフの中の一部なので、ライフの中の一つの活動でしかない、ワークインライフっていう考え方でやっていく。福島ってすごい魅力的な場所がいっぱいあるんだなっていうことを知ったんですけども、まあ、その魅力を世界に発信していきたいなという思いで今は活動しています。何をするかじゃなくて、どういうふうに生きていきたいのか、そういうところから自分のこれからの生き方を選択してみるといいんじゃないかなと思います。今この地域にはこういうことが必要とされているから、その中で私だったらこういうことができるっていうようなことを探っていくといいますか。楽しそうだなというか、その飯舘村でこれから起こることがすごくワクワクしたので、そこに共感をしてぜひ行ってみたいということで移住しました。